こんにちは、ゴッドファーザー。今回のメッセージね、そうですね、まあ、あえて厳しく返信させてもらいますけども、まず、まあ、ちょっと軽いところからいきましょうか。まあ、私のキーボードね、ずいぶんすり減ってるでしょ。でもこれね、3年前に買ったパソコンで、しかもキーボードは3回買い替えてるんですよ。だから1年でもうキーボードって大体見えなくなるぐらいタイピングしてるんですよね。でも私はなんか一日中パソコンやってるかってそんなことなくって、まあせいぜい2時間ぐらいなんですよ。キーボード叩いてるの。だからその2時間でどのぐらいのタイピングをしてるかってことなんで、大体2時間で1万文字とかやるんですよね。大体1時間で4000文字叩くと早いって言われるんですけども、ちょっと、だからそれよりもちょっと早いぐらいなんですよね。で、私の場合はキーボードを叩くよりも、こう圧倒的に動画を撮ってる本数の方が多いんで、実は情報量としてはキーボードを打つよりも動画を撮った方が情報量が3倍から5倍ぐらいになりますんで、少ない時間でたくさんのね、アウトプットができる、まあ、そういうような組み合わせを考えております。ですごいなと思ったのが、一瞬キーボード、私のねキーボードがチラッと映っただけでよく見てるなと思いました。そこはね、すごいと思いますよ。おめでとうございます。すごいです、よく見てますね。はい。私もあれをね、見抜かれたの初めてですね。そういうところに視線がいってるのは、ちょっとこう、独特なんじゃないかなと思います。はい。次ですけども、継続について今日は4つぐらい、継続できない人のための、継続できるためのアドバイスを4つにまとめてさせてもらったんですけども、まあ、はっきり言ってね、継続ね、ほとんどの人できないですね。根性がないっていうか、まあ、やる気がないっていうか、本当にちんたらやってるわけなんですよ。誰を見てもそうですね。なんか本当に人生この人これでいいのかなとかね、なんでこれで楽しく笑っていられるのかなって思うぐらい、本当のんびり生きてて時間が大切だっていうふうに誰も思ってないとしか思えないですね、私から見ると。かといって自分が高いレベルのことやってるかってそんなことなくって、私は自分の行動ですら遅いなと、どうしようもないなと、なんでこんなに俺は効率が悪いんだっていつも思ってるわけなんですよね。だから逆に効率が悪い人って効率が悪いと思ってなくて、こんなもんとか思っちゃってるんですよね。それは周りにいる人がもっと遅いから相対的に自分のスピードは遅くないって感じてるのだと思うんですよ。やっぱり自分が見てる人がね、自分の10倍速で動いてる人ばっかりだと、しまったダメだなとか思っちゃうわけなんで、やっぱりレベルの高い人を見ている必要があります。レベルの高い人を周りに置くっていうのは多分不可能だと思いますんで、レベルの高い人をいつも見ていった方がいいですね。それも10倍ぐらいですよ。10倍ぐらいとか100倍ぐらいすごい人っているんで、全然だからそういう人を見ていかないと、いつまでたっても自己肯定感にとらわれてね、これでいいんだとかね、これはこれでよかったんだ、あの時の経験はこれでなんか役に立ったんだと思っちゃうわけなんですよ。さあ、その上で申し上げますけども、そのモチベーションなんですけどね、このねモチベーションに左右されすぎなんですよね、多くの人が。それはね、やる気次第でできたりできなかったりとかしたらそんな楽なことはないわけですよ。でも実際人間生きているとね、誰かに邪魔されたりとか、汚い言葉かけられたりとか、会社にいると上司がどうしようもないやつだったり、部下が余計なことで足引っ張ったりとかするわけじゃないですか。そのたんびに仕事のパフォーマンス落ちるから人は使いにくいんですよね。で、しまいには人を使いたくなくなっちゃうんですよ、私とか。だからね、どんどん人の縁がなくなっちゃうんですけども、ただやっぱりこう、速稼塾の塾生さんとか視聴者さんに関しましては、ものすごくね、そういうところ悩んでらっしゃって、本当にへりくだって、いろんなことをね、聞いてくださったりとかねするんで、自分なりに厳しくは言うんだけども、でもそれでも、まあ、頑張れるように、私もそのご本人さん以上にね、いろんな角度から愚心をしようかなと思ってるんですよ。で、その時代のせいとかね、あそこが痛いとかここが痛いとか眠いとかって言えばいくらでも出てくるんですよ。でもそのために動きを止めていて、人生ってのはでも進むじゃないですか。時間っていうのはね、残りの人生っていうのは容赦なく進んでいくわけですよ。だからある意味その苦痛を無視してね、その喜びに向かっていく、幸せに向かっていくっていうことに振り切っていかないと、そのたびに足止めていったら、結局ね、力のある人が自分をね守ってくれればいいですよ。でもなんていうのかな、まあ、男に関してはそういうのはないんで、立ち止まったらそのまま叩きのめされて終わりなんでね、で多分そのね、メッセージを送っていただいて、今ね同じ年代ぐらいで過ごしてるじゃないですか。自分がね片足失っても、時には肝臓とかね目ん玉ひんむいてでも守らないといけないのは家族ですよね。なぜなら多分家族は歩みを止めても自分自身は歩み止められないわけなんですよ。
自分の破綻は家族の破綻につながるからやらないといけないんですよね。だからそんなことをモチベーションとかなんとか言ってる暇ないんで、だから継続できないってことはそのモチベーションに頼っちゃダメだってことなんですよね。逆に言うとモチベーション冷え冷えでもね、最高のパフォーマンス出せるぐらい自分高めていかないとプロにはなれないんですよ。で考えてみるとプロってあんまりいないんですよ。だから、うん、私もねそれほど大したことやってるわけではないですけども、大したことやってなくても今の暮らしが手に入るってことは本当にね、まあまともなことをやるだけでみんなサボるんで、本当にねみんなサボるんで、ちょっとやっただけでいくらでも勝てると思うんですよ。それこそ人の10倍とか100倍とか先に進むことっていうのは簡単で、他の人はのんびりしてるからなんですよ。でそこはねちょっと忘れないでもらいたいし、現状自分があんまり変わってない人生を送ってるとしたら、実は立ち止まってるのは自分だったというね。時間は進んでるからなんか進んでるような気がするけど、違う、時間が進んでるだけで自分は後退してる可能性すらあるっていうふうに、まあ、考えた方がいいのかなと思うんですね。これがだからモチベーションに対しての回答になります。ちょっと心にピリッとスパイスが入ればいいのかなと思いますけどね。で、最初のね返信なんですけども、これね、自分をいくらで雇いますかってことなんですよ、ね、実際に自分自身を雇うとしたら時給いくらで値段つけますかってことに回答を出せないといけないんですよ。で、私は昔決めたことがあって、もう5年も前ですけども、自分は1時間2万円以下の仕事は受けないって決めてるんですよ。で、今はもっとね、そのお金で受けないっていう風になっちゃったんですよ。もう1時間を切り売りするんだったら5万でも10万でも安すぎると思ってるんですよね。これはいい気になってるわけじゃなくて、私はもう完全に自分の人生自由にしたんですよ。自由にして値段がつけられなくなったんで、なのに2万だろうが5万だろうが安売りだと思ってるんですよね。だから気が向かなかったらやらないと、気が向いたら手出しでもやるみたいな感じですよね。で、これも私まだこんな暮らしになって10年も経ってないんで、まあ、普通の人だったらできるんですよ。普通の人だったらね。でも普通の人でなんでできないかっていうと、自らその普通の人をね放棄してるんですよ。立ち止まるからなんですよね。モチベーションに左右されるからなんですよ。それ雨が降ったら客足が遠のくってね、商売ではよく言われますけども、でも雨が降ってたって会いたい人に会いに行くわけなんですよ。そのぐらいの気持ちで生きていると、自分に必要なことは雨が降ろうが槍が降ろうが生命の危険があろうともやるわけなんですよね。で、多分ね、人を愛するっていうことって自分の命を引き換えにしても守るってことだと思うんでね、その時に自分が休めば大切な人が死ぬと思ったら多分休まないと思うんですよ。でも現実はそういう現実味がないんでね、実際に死ぬことはないと思いますけども、でも自分が気を抜けば大切な人と過ごす時間は1秒2秒と減るはずなんですよ。で、そういうところに全く実感がないからのんびりしてられるんだろうなと思うんですよね。それがまたモチベーションのことにも関わってくるんですけども、自分をいくらで雇うかってことですけども、例えば私がね、まあ、時給3000円の仕事をどっかにやりに行くとするじゃないですか。そしたら私は貴重な家族との時間を失うんですよ。だから3000円とかじゃ絶対やらないですよね。2万とかでもやらないです。5万でもやらないです。だからお金ではもう売れないんです、自分の時間は。そこまで来ちゃったわけなんですよ。というのがもう別に人からお金もらわなくてもやっていけるようになっちゃったから、もう自分の時間に値段をつけてくれるなって話なんですよ。で、繰り返しますけど、これは10年前はこんな自分じゃなかったですからね。だから全然できますよ、これは。そのぐらい厳しいことも言いながらも、ちょっと励ましと込みでね、鼓舞する意味でちょっと言わせてもらいましたけどね。だから今日の動画の結論として一つね、聞いてみたいことをもう一回申し上げますけども、自分を雇おうとしたら時給いくらですかってことなんですよ。これすぐに回答ができないとちょっとね、真面目に自分の人生変えることはできないと思いますね。いや、実際いくらで雇います、自分のこと。時給500円とかで雇いたいですかってことなんですよ。だから自分の価値を自分で見定めるってことはそういうことだと思うんですよ。私はとりあえずね、1時間で2万円って5年前に、ね、自分の値段つけた時からもう考えられなくなっちゃって、いくら値段つけてももうちょっとこれは渡せないなっていうところに特に隠居してからなりましたよね。だからなんかこう、自分が働くとしたら、今回この動画の返信させてもらってるみたいに、その相手に対してどのぐらいね愛情を注いでるかなんですよ。返信しない人もいますからね、もうすでに。あんまりふざけた質問してきたら本当になんかこう質問しないっていうかね、もうメールを開けないっていうところまで来ましたからね。まあこれはね、塾生さんに限ってはないですから、
熟成さんに限った、私もいい気になってるわけじゃなくて、自分のねこう面倒見れるフェーズっていうのがあるわけですよ。だからその掛け算の九九を教えてくださいっていう質問に対して私答えないっていう、もうそういう感じですよね。で今回はこのやり取りがね続く中でちょっとこう刺激的なことも申し上げましたけども、でもこれがね本当に伝えたいことの真実なんですよね。まあでもね、男30とは言わないけど、男40代になったらこの程度の思考は持っていないと人生は勝ち取れないのかなと思っちゃいますよね。それこそ何かに追われて達成することのない人生が50、60と続くだけかなと思います。まあ、特にご家族を抱えていらっしゃるようでしたら、家族の分までね2人前3人前やらないと間に合っていかないと思うんですよ。家族のことまではわからないんですけども、多分そこまでね真面目に考えてお金に向き合ってないと思いますよ、ご家族の方は。特にお子さんとかちょっと無理だと思いますんで、そういうことを口では言わなくてもね、俺がやらなくちゃダメなんだなっていうふうに思うことがすごく大事で、それと同じようにご家族の方もね同じように思ったら最高なんですけども、まあそこはねそれで、自分がどう生きるかの勝負を男ならしてもらいたいなと思ってます。もう他の人がどうこうやってるとかなんとかじゃなくってね、それこそモチベーションに関わらず、世の中にはいろんな人がいますから、誰かがやってるからやるとか誰かがやらないからやらないとかってね、探せばいくらでも出ますから、そういうのね。そうじゃなくってもう自分の勝負ですよ、もうこれは自分に対して、誰も褒めてくれない勝負です。だからね褒められることを期待もしない、もうねどんなに血へどを吐いても、どんなにね汗をかいても誰も評価してくれないっていう旅をするわけなんですよ。だからまあ孤独に強くなれってことなんですけどね。じゃあこのぐらいにしときましょうか今日はね。じゃあゴッドファーザーからの返信は以上でございます。よろしく。